こんばんは。どうも、晴れ女です。やっほー。趣福山に行ってきました。すごかった。ハロウィンのイベントだったんだけどさ、めっちゃ夜6時やもう夜始まる前めっちゃ強くなって、雨が。で、待ってる方、傘差してるみたいな。だから気をつけてねって言われてて、うわーって。それは大変だーって思ってたら、なんか、それでは STU のステージ始まりますってなった時に、雨止んでないってなって止んでるやんってなって、そしたら完璧に止んだ。うん、みんなわーってわーってなってたよ。はい、せーのーってすごくない？晴れ女、私です。私ですね、晴れ女。晴れるんですよ、私。生誕祭だけ雨が降ります。それ以外は晴れ。だからどれか、なんか毎年来てる方の中に何か誰かいるのかな。なんか雨降らす。毎年誰か。私の晴れ女、晴れ女さえも覆す最強の最強の人がいるんじゃない。今日はあの可愛い感じの二つ結びにしたいですって言ったらこうなりました。すごい水飴がついてるよ。かわいい。
効果、もうね、そうハロウィンだからできる。仮装だから似合ってた。あ、確かに今日の仮装なんか私服でも似合うよって言われた。私服でも似合うし可愛すぎるからもうこれを、うん、めっちゃ作って衣装にしようって言ってたメンバー。普段着ではなかったです。でも踊ってた時にいっぱい耳にちょっと手がなんか手がなんか当たるんですよね時々。でそういえば耳あった。でした。しかもなんか気づいた、さっき気づいたんですけど、あの今日着とったうさぎちゃんの着方ちょっと間違えてた。なんかふわふわが肩より上に来てて、実際には下に下ろすだったんですよ。なんかこんなんだったっけって思って、でも衣装が可愛すぎて特にそう、そこまで疑問に思ってなかったんだけど、グッズを見たらあれ下がってると思って、そう肩めっちゃ気になってた。まあ 2way みたいな感じでいいか。2way だから本当はここを出してここにふわふわが来る、ここを出すイメージだったのに、私はここにふわふわ持ってきてここなしだったの。間違えちゃった。さっき気づいた。さっき気づいちゃった。うっかりさーやん。2way ってことでね。2way ってことでね。でもレアでした。私がそう来た方が良いって言ったのはこういうことでした。信頼感のある高尾さやか。最後撮影タイムあったしね。でも夜寒すぎて帰りめっちゃ寒かった。寒すぎて
おでん買った帰り。寒すぎたからおでん買ったよ。今年初おでんね。そうなの。おでんちょっと前からあるよ。めっちゃ寒かった。そしたらからしと柚子胡椒と味噌、なんだっけ、味噌がありますがどれがいいですかって言われて、3つも選択肢が、びっくりしたよ。柚子胡椒にした。柚子胡椒だよ。いけません。そのままね。味噌田楽。あったまった。おでんで。寒かった。やっぱ人間寒すぎるとうーって言ってしまう。きつい時と寒い時はうー。言ってしまうよね。だから夜は寒いよ。気をつけなきゃ。19度、19度やったんね。ん ?18 度、明日寒い。20度。20度ってことは カーディガン、スウェット、薄手のニット。あ、違うわ。長袖。長袖です。
でも今日私長袖だったんや。寒かった。夜はね、昼は暑い。今日から秋？今日から秋なの？楽しかったな。今日からセーターンティーのシャツの受付始まりました。ズームで見れるようになっとったよ。お忘れなくね。1週間だからね。やばい、アクンが止まらない。急に売り切れてた？ハロウィン売り切れ？
タン可愛いからね。髪が短めのグッズも多分今月ので最後かな。次からはちょっと長くなってるかも。背筋伸ばそう。うん、リール見てね。リール見てちゃう。ハロウィンのライブは今日で最後節ありましたけど、ハロウィンナイト、歌うのとか、多分多分勝手に言ってる。だって31日付近でライブないよね。ないもんなとか言ってやったらもういい。ハロウィンナイトを歌うのは1年に1回って思ったらもう今日だったからもうないかな。
あ、配信でコスプレ、確かに。お話し会の日。1週間でお話し会、めっちゃかわいい。釣りけんさん、ありがとう。ありがとう。かわいい。パフォーマンス良かった？一番輝いてた？ありがとう、嬉しい。正健さん、ありがとう。そう、なんか爪が最近すぐ汚れるんだよ。
ネイルをね、やめてから爪をめっちゃ削ってた、なんだろう、弱くなってて、すぐ汚れるし、めっちゃ脆いんですよ。ネイルやめた。で、今半分ぐらい新しいのが生えてきて、もうこれやけん、あと半分ぐらい脆いからもう伸ばして新しくしようと思ってる。でもまあノーマル爪もいいなと思ってる。何がついたんだろうこれ、私何者これ。だから今脆いから割れるんだよ。おお、めっちゃ綺麗。黒の服は珍しい。明日からは長袖か。フードもある。髪がなくなった。
やっほー。終わり。終わりです。あはは。ハロウィンナイト、ハロウィンナイト歌うか。ハロウィン気分を味わおう。今日は来れなかった人も。ウルトラロマンチックサイアンハロウィン、
どう？ハロウィン気分あ、違った？わーい。じゃあお菓子、キャンディー、キャンディーをあげよう。キャンディーひとつ口に入れて、舌のその上で転がすのよ。甘くてCC バイクでちょっとその辺まで、土曜日の昼下がり、日差しがうらら、iPod でミュージックを聴き、いいのかえら、嫌なことなんか全部忘れちゃえるからね。一つ腹ほっての中、幸せになれる呪文みたい。エディバディケ、エディバディサク、どこへ行こうか。女の子は楽天的、人生はきっとなんとかなると、いつも心で雨を
トリックオアトリー。次は？甘チョコレート。チョコ。スマートチョコ。
次はクッキI'm not afraid to die.
ちになる。プリスプリスプリスオーベイビー、私も似て恋するフォーチュンクッキー、そのからさは壊してみよう。ヘイヘイヘイ、先の展開神様も知らない、忘れさせる。明日は明日、風が吹くと思う。Come on, come on, come on, come on, baby。これやったらちょっとおにぎりになっちゃったクッキーじゃなかったおにぎりあげちゃったんだけどおかしおかし、あと何があるかな。おうちおにぎり、ショート、あ、確かにショートケーキ。うまく歌える自信ない口移し分からん。私分からん。確かにバレンタインじゃない？素晴らしい。どんなんだっけ？もうどれ？なんだっけ？初夏の行方、どうなんだっけ？バレンタインキッスさんもバレンタインやもんね。バレンタインジェリービーンズ、サビだけわかるか。
え、ありがとう。よいしょ。はじめはピンとこなかった。ちょっと面倒な気がしてた。聞かれることだけ黙って人だとは分かったけど、まるでタイプじゃなかったからよ。仲良くならないつもりだったのに、どこでどうしちゃったんだろう。私知らぬ間に恋に落ちてたの。何がきっかけだったのか、入り口思い出せないのよ。ハート買ったウイルスにやられてしまったみたい。どんな注射も効かないわ。あなたのことばかり考えてしまうの。何も手につかないくらい。やばい、セリフわかんない。私はみんなどこがいいのって呆れているけど、今までいなかったような純粋な目をした人、私の中に免疫なかったのね。何が
ちゃったんだろう。私気づいたらメール待ってたり、ラブソングを聴きながら泣いていたり。女の子の上の空病、ハートカッタウイルスは性格変えちゃうみたい。あなたに熱上げてゆく、息苦しくなるの。頭ごとしてしまって、愛の意味も気づかなかった。本当にありえない、そう思ってたけど、なんだか私が好きみたい。ハート型ウイルスにやられてしまったみたい。どんな注射も効かないわ。あなたのことばかり考えてしまうの。何も手につかないくらい、何も手につかないくらい。これは過去最高に良くない？今までずっと言えなかったんだけど、なんかいいんじゃない？初めてちょっとちゃんと言えたかもしれないよ。これから言えるね。いや言えない。これいや言えない。じゃあ部活中に目が合うなって思ってたんだ。部活中に目が合うなんて思ってたんだ。青空と太陽が僕たちを見ている。強い日差し照りつける、校庭走る君を見つけ、気づいてくれ神様に願うだけ。見てるだけで十分と思っていたなのに、なぜか期待してる8月の片思い。ハッピー水飲み場でハッピー鉢合わせてハッピー。戸惑う僕を見て笑う、こう約束どこにも残ってない。部活中に目が合うなんて思ってたんだ。神様のプレゼント、突然のときめき、滲んだこの汗、暑さのせいにしよう。君への返事、頭駆け巡る奇跡始まる。君の話聞くべきか、自分のこと話すべきか。セミの声がいつもより響いてる。チャンスなんて流れ星、気づいたら朝
こにはない、わかっている、だからこそ進めない。 Oh no、 戻らなくちゃ。 Oh no、 何も言えず。 Oh no、 君の小さくなる背中見つめてた。引き止められなくて、目を閉じると君の笑顔浮かんでくるよ。友達のアドバイス聞く余裕もなくて、あの時気持ちをはっきり伝えてたら、もう一度話したい。22時半の切ない願い。何しようかな。好きですね。好きですね。まさかこんな日が来るなんて思わなかった。憧れてた先輩から不意に声をかけられた。私の名前知ってたことびっくりしちゃう。バスケットのインターハイ応援に来てと、周りの友達が
出し立てるよヒューヒュー、私があなたの彼女になれますか。ずうずうしい質問ですが聞かせてほしい。これからあなたの彼女になれますか。夢見がちな性格なので教えてほしい。ダメならダメと心の準備させてください。ライバルが多いから信じられない。顔オブゼムただの遊びだったら悲しいね。試合の日には他の誰か呼んでないかな。あの噂のチアリーダーちょっと気になっちゃう。困ってるその顔もスキルはヒューヒュー。あなたにお弁当を作っていいですか。早起きして作っていいか教えてほしい。私がお弁当を作っていいですか。調子に乗る B 型なので叱ってほしい。いやとはっきり首を振ってください。チャンスに攻めないと悔いが残るから。私はあなたの彼女になれますか。ずうずうしい質問ですが聞かせてほしい。これからあなたの彼女になれますか。夢見がちな性格なので教えてほしい。ダメならダメと心の準備させてください。いいんじゃない。お弁当になったけど。お菓子じゃなくてお弁当になったけど。目がかゆいんだよ。目がかゆい。あとは何がいい？急に目がかゆくなって。ハニカミショーツ。冬や。ラブ授業。
今日の待ち合わせ場所に僕は駆け足、君が振り向いた雪で光る宝物。ちょっと待って聞いて泣いて慌てる僕笑う君、風になびく長い髪はどこ、美容室シャンプーの甘さちょっと慣れなくて変なリアクションでごまかす、短い髪の知らない君は変わらない、全ての瞬間逃さないように出たホルダーは君以外いらない、君ははみかみちょうとで冬のプリズム、粉雪をまとい光さえも操った、何にも言わずにキスをしたならハートが色づき、街の景色変えられる心のキャンパス、君だけを描く溶けないでこの恋、髪切ろうかな、ショートにしようかな、理由はきっと何もなくていつも通り情感で、僕は手のひらで転がるだけ、混み合ったこの街を踊るようにすり抜けて、二人手をつないで走ろう、初めて言った映画の帰り、初めてした「あの道も全部全部は忘れていないんだ」「サイドも質感もそのまんまで」「夜はキラキラが灯り」「恋のプリズム」「今日は星空がいつもよりも眩しくて」寒いねと笑う横顔がいる、どうしようもなく君が好きと感じてる、大きなダイヤはまた買えないけど君だけだと誓う。誓った？誓った？大きな声で自慢したいよ、僕の恋人が可愛すぎる、他の誰かに見つからないでね、君のために君のために生きる、君じゃない思い出なんて必要ないから、君はハニカミちょうとで輝きをまとい光さえも操った、何にも言わずに隣にいてよ、何にも言わずに君のことを守るから、誰かに染まった僕の人生を君はどう思うの、今日も君が愛しい、ありがとう、
冬や。キス待ち。苦しい胸の使えをどう表現すればいい。地球上のすべての言葉を探しても見つからない。図書室の棚の隙間から彼の横顔に憧れた。私の恋はいつも日の当たらない。本当秘密の匂いがする。キスの仕方を教えてほしい。どうすればいいの。どのタイミングで目を閉じるの。女の子は待つしかないのでしょうか。 How to kiss me someday, love me。 誰かのこと好きになるたび、なぜわかってほしいのか。答えを聞く勇気はないのに、存在にね気づいて。雨の日の渡り廊下があって、彼に会えそうな気がする。こんな天気の午後は図書室だけがたった一人でいられる場所。キスのプロセス悩んでしまう。どんなきっかけでロマンティックになってゆくの。男の子を誘ってはいけませんか。すみません、キスしませんか。キスの仕方を教えてほしい。どうすればいいの。どのタイミングで目を閉じるの。女の子は待つしかないのでしょうか。 How to kiss me someday, love me。 How to kiss me someday, love me。
終わりました。どういうこと？よいしょ。よし。終わりました。最高の歌声。そんな、ありがとう。楽しかったですね。今日は調子がいいからね。今日は調子がいいから。いつも調子いい。え、ありがとう。めっちゃ可愛かったね。ありがとう。男女変わったら妹。配信終わったら早くお風呂に入ろうって。言ってください。ここに座りそう。ぐでっちゃうよ。ぐでさやや。ぐでやん。ぐでやんだ。ぐでぐでやん。ぐでぐでやん。ぐで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 、ぐでさやさや、ぐでさやさや、ぐでぐでぐ
私 N ステ祭りかけました。やっほー、男女買ってないか、買ってない、よいしょ、あ、買った。釣り犬さん、バリーさん、マイセンタン、ノムさん、ガンちゃん、ヨッシーさん、偏西風さん、陽平さん、ファルコンさん、シンジさん、セイヤンさん、オーサムさん、ミッドナイトシュガーさん、キチネさん、ホタテ様、コッペさん、フッカンさん、マサタロウさん、スミコロンさん、コペのヒッキーさん、サトケンさん、タンタンさん、松岡さん、オシュイチさん、ユイゾウさん、モモビリーさん、マサさん、ネコのおかずさん、恋してカープさん、ロックオンさん、ラクラクさん、中村道弘さん、キュマグンさん、鳥取太郎さん、イナッチさん、ありがとう。はあ、こんなにあくびはするけど眠くはないんですよね。なんか寝たくないかも、もはや。反抗期反抗期家焼きや。家焼きに入ってる今、もしかしたら。あー、今日が1月1日だったらね年越し配信できるのにな。あ、それか、12月4日だったら。ここに居座ってはダメだよ。はい、じゃあね、バイバイ。バイバーイ。おやすみー。